こんにちは。今日は中国の遺伝子操作実験がヤバすぎるリアルターミネーター計画の実態とはというお話をしていきたいと思います。こちらはゲートストーンインスティテュートというですね、海外のサイトで見つけた記事でゴードン・チャンさんという方が書いた記事によるものです。こちらをですね、読み上げながらですね、このリアルターミネーター計画についてお話をしていきたいと思います。こちらの記事によりますと、 中国では、この遺伝子組み換え技術っていうものを駆使して、人間の知性よりも優れた人種を作り出そうとしたりとか、それから、生物学的に強化された能力を持つスーパーソルジャーを開発しようとしているということが書かれているんですね。それでは早速行きたいと思います。国営混迷動物学研究所の中国の遺伝子学者、ビンスー氏は最近、脳を発達させる人の MCPH1 遺伝子を 猿に挿入をした。えっ、ー、と、脳を発達させるですね、その遺伝子を猿に挿入したというんですね。この遺伝子を猿に挿入することで、猿の知能はカ加チョウ類よりも人間に近いものになる可能性がある。ということで、猿、えー、よりももっと進化したですね、えー、人間により近い猿になる可能性があるということです。 この数子の次の実験は人間の知能に関する遺伝子と言語能力に関する遺伝子を猿に挿入することであるということなんですね。ですから知能に関する遺伝子、言語能力に関する遺伝子というものを猿に挿入していくと。中国のバイオテクノロジー開発は本当に不気味な方向に向かっているとワイチャートレポートのブランドン・ワイチャート氏は書いている。 自由奔放な野心を持つ共産主義社会で研究者たちは奇妙な科学を追求している。豚と猿の DNA を混ぜるとどうなるのか中国の実験者が教えてくれる。ということで、豚と猿の DNA を混ぜる実験などもしていると。動物で人間のような臓器を育てるのはどうだろうか。そう、彼らはそれもやっている。動物でその人間の臓器を育てるということもやっていると。 さらに、北京はすでにスーパーソルジャーを開発しているかもしれませんということですね。スーパーソルジャーということは、人間を超越した兵士たちですね。人間の能力を超越した兵士たちを開発しているかもしれません。米国の情報によると、中国は生物学的に強化された能力を持つ兵士を開発することを期待して、人民解放軍のメンバーを対象に人体実験を行っていると。 当時の国家情報庁長官、ジョン・ラトクリフは12月3日付、ウォールストリート・ジャーナルの論説でこう書いているということなんですね。もうすでにこの人民解放軍の軍の兵士を対象にした人体実験を行っているというふうにアメリカのラトクリフ長官が言ったということなんですね。中国の軍事研究がどこまで進んだかは明らかではない。 しかし彼らは CRISPR という遺伝子編集ツールを使って人間の能力を高めることを提唱しており、共産党の中央軍事委員会は人間の能力向上と新概念バイオテクノロジーの研究を支援するとしているということなんですね。ですからもう共産党の中央委員会がこの人間の能力向上を を加速させる、このバイオテクノロジーの研究を支援するというふうに国を挙げて言っているということなんですね。これらの中国の動きは全て生物学的優位性を得るためのものである。ラトクリフ氏が指摘するように、北京の権力追求に倫理的な境界はないのである。共産党が兵士以上のことを考えていることは明らかだ。中国の研究者、ジアンクイは、 深圳の南部科学技術大学にいる間、CRISPR Cas9 ツールを使用して、2018年後半に生まれた双子の女の子に HIV への免疫を与えるために遺伝子 CCR5 を除去したが、おそらくこれは知能を高めるためでもあったということなんですね。この双子の女の子に このエイズウイルスの免疫を与え、そして知能を高めるための、この遺伝子の除去を行ったと。遺伝子操作を行ったということですね。この実験はマスターレースですね。マスターレースっていうのは、まあ、あ優れた人種っていうことですね。マスターレースを作るための第三帝国の優生学プログラムを早期させた。 ということなんですね。えー、第三帝国というのはナチスです。ナチスドイツの優勢学のプログラムを想起させるものだったということなんですね。ですから中国は、あの、かつてのナチス第三帝国がやっていた人種実験ですね。えー、優勢学プログラムというものをやっていることを彷彿,彷彿とさせたということなんです。中国は完璧な共産主義者を作る過程にあると、勝利の宇宙の著者でもあるワイチャート氏はガヤストーン氏に語った。 中国は人類の完全性を信じる政権によって運営されており近代的な遺伝子とバイオテクノロジー研究の出現により中国の中央計画立案者たちは今彼らの政治的アジェンダに合わせて人類のゲノムそのものを完全なものにしているのです。ということでですね中国共産党は人類の完全性を信じこの ま、遺伝子組み換えですね。バイオテクノロジーの研究をし、によって、彼らの政治的な計画を進めているんだと。いうことですね。そして人類のゲノムそのものを完全なものにしている。ということなんですよね。中国の科学者たちはすでに、これらの物議を醸している方法を受け入れることを拒否している国の人々よりも、未来の世代をより賢く、より革新的なものにするために、遺伝子ドーピングの道を歩んでいると。 遺伝子ドーピングっていう言葉が、えー、出てきましたね。中国で目撃されているのは先端技術と最先端の生物科学の融合であり、名目上は共産主義政権の気まぐれに従って、この地球上のすべての生命を根本的に変えることが可能なのだ、とワイチャート氏は書いているということなんですね。ということでですね、中国はもうすでにですね、こういったあもうバイオ技術を使って人間の能力を超えるようなスーパーソルジャー、 を開発をしているということが書かれているんですね。そしてこの記事の後半の方では、このフランスでもですね、こうしたですね、ターミネーターのような計画があって、それを承認したとかですね、書かれているんですね。ですから世界的にもこうした、まあそのですね、このスーパーソルジャーですね、このゲノムを書き換えた、この人間の能力を超える 兵士たちですね。まあターミネーターですね。これもリアルターミネーター。これを開発をしているということですよね。世界中でそういう技術が着々と進められているということでもあるかなというふうに、この記事を読んでね、感じました。ということで非常にですね、衝撃的な内容だったんですけれども、皆さんどうお感じになったでしょうかコメント欄に感想いただければ嬉しいです。ということで本日の動画は以上となります。 このチャンネルではマスメディアが報道しないようなディープなネタをお届けしていきますので、よかったらチャンネル登録や今日の動画にグッドボタンをいただければ嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。